つくば市ませにて2010年4月18日茨城県道2 2 5号東名福岡線は茨城県つくば市から同県つくば未来市に至る一般県道である。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で道路管理者が自動車の交通量が 極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複員のものにあっては、当該道路の路面の複員から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないものでなければならない。県道土浦の打線との重複区間を追加指定。AB 道路の区域決定茨城県法。 号外十月十四日より、ハット ABC、道路の区域指定、茨城県放、第六千六百十一号、ピアニッシモ、八から九 ABCDE、茨城県道路現況調書平成二十六年4月一日現在、茨城県放号外昭和三年三月一日、茨城県国時代2百四号より、県道路線認定茨城県放、号外十月十四日より、路線の指定、 茨城県法第5170号ピアニッシモ23県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637号ピアニッシモ8から12車両制限令の規定の基づく道路の指定茨城県法第1551号ピアニッシモ9から14車両制限令に基づく道路の指定及び車両の通行方法の指定 茨城県法第1761号 P6 ありがとうございます。